野良くんはまだまだだね全国放送で恥ずかしい姿さらしちゃって私のような経験豊富な大人の男じゃないとテレビは難しいよねまあ野良くんがどうこうっていうか私にタレントの才能ありすぎこれからたくさんテレビに呼ばれて看板番組3つ4つ持ってお茶の間の顔になって CM にもガンガン出れちゃうなみんなも私にやってもらいたい CM あったらコメントからオファーよろしくおっとまた出演依頼が来たのかな何何ファーストテイクって何ぞラララララ シドドシラファウレミドえー、あどうも富澤です本日はこんな素敵な場所に呼んでくれてありがとう実は普段ユ YouTube とか見ないからファーストテイクって知らなくてオファーもらってからたくさん動画見て学びましたいいですねえー、今日歌うのは私が落ち込んでる時にいつも口ずさんでる歌です世界中の皆さんにも元気のおそ置けができますようにそれでは聞いてくださいウルトラソー有名えまだ まだイントロ嘘始まってるでしょサビから始まらなかったっけウルトラソウはい本当にここから歌い始めえどうしよう歌詞飛んじゃったえっとなんだっけあのもうちょっと音量上げてもらってもいいですかもうちょっともうちょっとでうるさい下げてあ歌わないと結末まつばかりにほへほへほーえっとえあ寝ない寝ないえもうサビふーふーふーふフふあれもどれもその手でえー なんだっけあとすみません音程高くて歌えないんで5個ぐらい下げてもらってもカラオケじゃないから無理頑張るしかないか泣きましょうそしてガンガ100ウルトラソーおいって肝心なところで噛んだあのすみませんもう一度最初からやり直してもいいですかはいえダメなんです何でファーストテイクだからいや意味わからないんですけど別にいいじゃないですか一発撮りだからってでも歌えてないのよいいのってってる間に2番終わるけど ウルトラソーはいギターソロキュラキュラキュラキュキュンえ口で言わなくていいつい家でやるみたいにやっちゃったごめんなさいやっぱりやり直した方がいいんじゃないダメってお金なら出すからやり直そうよあとすみません水いいですかはいって声張り上げたら喉乾いちゃってはいってあはははえラッサビ始まってるどうしよう歌詞わかんないやふふふんはあははウルトラソーはい終わっちゃったえ待ってこれこのまま流すつもり本当にいいのダメでしょ お願いだからやり直させてお願いウルトラソーはいってかっこよく決めたいからお願いあと今気づいたんだけどせっかく持ってきたのにマルカス1回も振ってないダメなら違う曲歌うならいいんじゃない見つめはーとうーってひでえよひどすぎだよ何を見せられたんだよ僕たちはわ <laughs> かんないけどものすごい再生回数よ、はああなんでこんな動画が配信して1時間で1000万再生されんの理解できないわね見る方もだけどこんな動画を配信するやつの神経も理解できない そうね。でもこんな人間でも生きていけるんだって思えば明日を生きる元気をもらえた気がするわ私も生きてていいんだってなったもん素直に褒めてるようでおもくそバカにしてるよなってなんで泣いてるのバカにしてるのはノラくんでしょはい私の歌はこんなもんじゃないぞリクエストがあればじゃんじゃん歌っちゃうからぜひコメントお願いねチャンネルも登録してねー